回はカニフィルターさんから出ているハセオフィルターというのをレビューしてみたいと思います。これはストリークフィルターというものの一種だと思うんですけれども、光の線を加えることができる、そんなフィルターになってます。もともとですね、自分が使ってたものでこのバリクロスフィルターっていうのは健康で出ているこういうフィルターがあってですね、これがですねクロスフィルターなんですけれども、クロスのその光の向きを変えられる、角度を変えることができるっていうフィルターだったんですね。これ作例の一つなんですけれども、これに近いのかなと。これはバリクロスのフィルターの光の方向を一方向のみにしたというものなんですけれども、そうやって使ったらこんな効果が得られるっていう作例になってます。でですね、今度出てきたこのカニフィルターのそのハセオフィルターっていうものはですね、この光の向きを、角度は変えられるんですけども、1枚の板でやってるんですね、この角度の向きを。ということで、これも同じような効果が得られるのかなということで、ちょっと検証してみたいと思います。これ実際にですね、太陽の光があるとそこから線が伸びるんだなっていうのがなんとなくのイメージだったんで、実験をしてみました。でこれがですね、バリクロスを使った時の例なんですけれども、これ今まだクロスの状態で使ってちょうど90度直行する方向にクロスフィルター入ってますけれども、これの向きをこう合わせてやってですね、一つの線にするとハセオフィルターと同じようなストリークフィルターの効果が得られると、一つの方向だけに光がこう伸びるようなそんなフィルターにすることができます。それを使ってやってみたんですけど、どうもこれなんていうんですかね、周りにこういろんなノイズみたいな感じで入っちゃうんですね、光が。これはですね、フィルターが多分多重になってるから、2枚重なってるんで、そこで多重反射が出てるのかなというふうに思います。だからちょっと絵的には綺麗じゃなくなりますよね。次にこちらがハセオフィルターで、これは1枚なんですけども、やっぱり同じような効果を出すことができまして、光の筋を一つだけ出すことができます。これは回転させた時なんですけれども、この光の角度を自由に滑らかに変えられるっていうんで、綺麗な光の線ができますね。こんな感じで、反対側に向けてもやっぱり同じ感じにできます。これも綺麗な線が出てますね。このフィルターですね、どんな時に効果があるのかっていうと、強い光源があって、で、暗い部分のところに光が伸びてくるみたいな感じだと思います。ということで、もうちょっと考えてですね、今度はステンドグラスを取ってみたのがこれです。ステンドグラスを取るとですね、やっぱり結構ステンドグラスの模様自体に光の明暗があるので、それで、綺麗にこう線がいっぱいできるっていう感じになりますね。これは動画で撮った例なんですけれども、角度を改善させるとこの光の向きが変わって綺麗に光ります。今度はポートレートの例なんですけれども、ポートレートも窓からの光ですね、これを角度をつけて入れてやることで光が差したような状態にするの写真にすることができます。こちらはですね、今度逆光の中にこう人を置いて、それで濃淡をつけるとですね、やっぱり顔のところに光がかかっちゃうんですね。こうするとちょっと顔がよく見えないので、この表現もありかと思うんですけれども、ちょっとこれはいまいちなのかなというふうに思います。それからこれがですね、LED ライトを置いて、そこからの光を使ったもので、これも日常の光なんですけれども、印象的な感じの写真になるかなと思います。同じようにこれも LED ライト、これは右側に置いて、右側の LED ライトからの光をこんな感じでこう出すことが、表現することができると。でこれちょっと冗談で遊びでやってみたんですけれども、こんなグサッと刺さってるみたいな感じもできるかなと思います。まとめとしては、ハセオフィルターっていうのは、クロスフィルターの向上を一つの方向にしたものっていう感じですね。それから光源と暗部のコントラストのあるところで、その光の線がこう入る感じになりますね。それとバリクロスフィルターっていうのに近いんですけれども、フィルターが1枚なので余計な多重反射がなくて、綺麗な絵が得られるのかなと思います。それからバリクロスよりも薄いために、
広角レンズでも使えると思います。それから52ミリから95ミリっていう、かなり幅広いバリエーションがあってですね、今までのバリクロスっていうのは小さい口径、多分52ミリぐらいしかなかったんじゃないかと思うんですけれども、大口径レンズでも対応できるようなこういう大きなものを用意してあるので、幅広い用途で使うことができるのかなと思います。